トシです。イエーイのイエーイ。今日はですね、サバイバルで役立つ巻き結びのやり方をご紹介していきたいと思います。はい、これ簡単です。はい、サバイバル生活で役立つ巻き結びです。まず、置きます。はい、結びたいものに対して置きます。で、これ入れ込みます。はい、そしたら、この、巻き込みたいものに対して、ロープをかまして、巻き込む。はい。で、さらに、この間っこですね。この間っこにロープを入れて、通すだけ。はい、これ非常に簡単ですね。はい。強度もしっかりしてます。はい。もう一度、いきます。非常に簡単です。これ。ほどくのも簡単。はい。ドーンと、まず、巻きたいものに対してロープを入れます。で、さらに通します。はい、これ通します。はい、こんな感じ。で、巻きたいものに対してロープをかましながら上からドーンと。はい。で、巻きたいものにこう巻きつけてあげて、はい、巻きつけてあげて、はい、中、この中ね、この中に入れ込む。はい、簡単、巻き結び。サバイバルで役立つ巻き結びのやり方です。はい、もう一回いきます。ドーン。はい、入れ込む。はい。はい。で、これ、上からこう、このロープをね、こう、かまさないとね、かましてあげないと。はい。で、ここ、巻きたいものに対して、さらに入れ込む。で、この、中に入れ込む。はい。ドーン。簡単です。はい。強度もしっかりしてる。はい。非常に簡単。ドン。ドン。で、ここ、こうやって、ロープ、ここをかまさないとね。ここ注意して。で、巻きたいものに入れ込む。こういう感じ。はい、こんな感じ。で、中に。ドン。注意する点は一番最初ですね。はい、一番最初。ドドーンって。この入れ込んだ時に、これをしっかりこの巻き込みたいやつ、ロープをこう巻き込まないと。で、この巻くものに対しても巻き込む。で、あとはこのできたループの間っこに入れる。はい。そんなイメージ。ドン。簡単です。非常に簡単。この動画見ていただいてる最中一緒にやっていただければ、もう、はい、すぐできちゃう。こんな感じ。はい、一番最初だけですね、注意するでね。一番最初の、この入れ込み。この、入れ込んだ時に、ね、入れ込んだ時に、こう、ロープをしっかりとこう、かましてあげる。このように。こうやって入れ込んだ時に、こんなんじゃだ、こう、よくわかんない。しっかり、ロープをこうかます、はい、で固定したいものに対して巻き込む。で、巻き込んだものをこの中から入れる。はい、以上です。はい、簡単でした。はい、サバイバルで役立つ巻き結びのやり方です。はい、ぜひ参考に。これもう簡単ですから、はい、もう覚えちゃったんじゃないですか。こうドーンってやって、はい、この最初だけ気をつけて、ドーンと。で、この中にこのように入れ込む。ドーン。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイのイエーイ。ありがとうございます。